はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ幕末編、天守閣に登っていくところなんですけれども、ちょっとトンチ坊やの部屋の前に来たので話しかけてみましょう。なんか始まった、なんか問題出されるのかな。ひらめいた。何を、は意味がわからん。ひらめいたとか何をひらめいた、なんか超怪しいんだけど、トンチ坊主とか格好が。手裏剣でいけんなこれ。手裏剣なし。虎だろうと、近づかせなければどうということはない。このまま、あ、336、結構なヒットポイントあんな。これはどうする、蝶が当たるか。いや当たんないな。一歩上に行かないと無理か。一歩左に行かないと無理なんだ。ってことはじゃあこっから手裏剣打てばいいんじゃん。どうだ、そうか。うーん、まあまあまあ100弱は当たるか。2人の攻撃で100ずつ減らしていく。お、下がった、いいね。うん、オーケーオーケーオーケー、許せ。おお、ちょっとだけ経験値あり。三級品だ。え、こいつも切る対象だったの。まあいいでしょう。では気を取り直して登っていく。でどっちだっけ、こっちでこう来ての、一回降りての、なんかさ、ショートカット開けたけど、これなんか意味あったのかな。どっからどこでショートカットになったんだ、あの縄やったとこで。結局こう来て左が開いてるかどうかだよね。開いてるわ、開いてるわっていうか、あ、全然いけたわ。天守公開、あ、目的地っていうか、なんかいる、話す。戦闘になった。鉄線水蓮場所、どうしよう。とりあえず手裏剣投げとこう。うん、一撃ではいけんな。これでもさ、こいつちょっと弱いな。カラワンキー火力がない。謎の発射、やべえ、うぜ、普通にせ、いや、やばい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 、どくったか。いや、これきついぞ。うお、マジか。回復させるか、どうする、数を減らすか。ちょっと待って、これ倒して、囚われの男は回復しよう、こっちが早いはず。でアイテム、ここはもう確実に行く。カステーラを投入するときが来た。ちょっと待って、カステーラじゃなくてさ、イザナギ、普通にイザナギにしよう。中ひしょけ、片付けない。いやすげえ、でも俺の方が早かったわ。いやまあ念には念入れてっていう、安定を取る。おお、レベル上がりそうだけど、どうだろうな。目的地に着くまでにもう1レベル上がるかな。65人切り、いっぱいいる。何やつ、発見士、8人衆みたいなもんか。我ら発見士がいる限り、陰陽様に何人誰とも近づけさせん。あれ、さっきのさ3人衆みたいなやつとは違うの。これは表の親衛隊か。ヒットポイント的にはいくつだ、96か。カトンでなんとかなるかな。なんともはならないかな。斜めに、数も暴力だよな。ちょっとアイテムで複数のやつを使おう。なんかあるかな、風神の巻物って。風、まあこの3人だな。じゃあ吹き荒れる嵐、どうじゃ。おっつえ、すまんにゃ、
いいねいいねいいね。でここでカトンで下にいたら倒せるでしょ多分。カトンの術。でさらにこいつが切る。あいや不動の構え。これはやっぱバフがかかるよね。しかし手裏剣ダンプ。そうか。オッケー。範囲攻撃やっぱ強いわ。上がった。よしよしよし上がった上がった11レベル。忍法。何これ。雪木木枯らしみたいな。水だね。73人斬り。そしてあとはお前だけだ。いやー敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は主が初めてじゃ。主を御敵として憎むよりこの城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがそれもここまでじゃ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。自分が行くわけじゃないんだ。いでよ武蔵。何宮本武蔵か。宮本武蔵。ガチ宮本武蔵だな。剣の腕で武蔵に勝る者などこの世におらぬわ。剣の腕ならな。こっちは忍術も使う。あれ発見された。忍びか。よもや再び剣を交える相手と出会えるとはな。見事殺生を倒し己が運命を変えてみよう。これ戦わないで後ろのさあいつが逃げてったところとかもいけるのかな。こいつももしゼロ人斬りだったらさすがに耐性がめちゃくちゃあるな。手裏剣だな。ここは水耐性はあるか。さっきこれ覚えたんだけど。マジか結構でかいな。いやでもここはちょっと420か。そうか見せてもらおう。二刀つまめ返しかっこいい。普通にかっこいい。しかしこれはいけるな。こいつにゃかなわんき。木魚ひよどり越え。手裏剣俺も回復に入ろう。おお、マジか。やりおるわい。何個あったっけ？イザナギ4個か。まあ、使おう。全回復。しとけ。確実に仕留める。まだ3つあるからね。勝った。よし。結局さ、使わなくても勝ったよねっていう。剣術では確かに叶わなかったかもしれん。しかし剣術だけが全てではない。見事よくぞこの武蔵を倒した。閻魔人軍切っての忍びか。主の名あの世でも忘れぬぞ。なんか刀とかくれよ。で後ろ行って、あでも100人斬りの対象者にはならないな今。あれちょっと待って、なんかハテナって書いてある。あこれあれか、隠し通路があるよってことだけか。金の音。まだ金の音鳴らしてんだ。
こんな状況でも。で上に行って下も行けんな、これ。え、なんかある。もう一番上まで来たよって感じだな。最高天守6階。あ、ここ三人衆が最初いたところか。ここまで来たということは、あの武蔵を倒したということか。ネズミ風情めが、こそこそと我が居城を這いずり回りよって、かくなる上はこの私自ら貴様らの相手をしてくれる。私も腕には覚えがある。おめおめと貴様らのようなネズミごときにやられたりせぬわ。ってことは武蔵よりは強い自信があるんだな。追っていいよ。でもあれだな、普通の敵の音楽だな。なんかボスの音楽ではない。弱点耐性はなし。じゃあ手裏剣でいこう。そうか。いや、回避率が高い。腕に覚えがあるとか言って拳銃使ってんじゃねえか、おめえ。楽しませてくる。早いな。どうする？小悲し。いや、ただきっとするやつよりは構えたしていこう。よし、オッケーオッケーオッケー。お、防御下がった。いいね。これレジストかけてるからな、だいぶ楽だ。なんか下がってんだか下がってない人が分からん。特製の探知機。終わりだ。さっき言ってたんだっけ。サナイたち、なんかダメージ上がってる、これ。おお、ここまでとはな。潔い。許せ。経験値はくれないか。面白い。こんな狭いところではつまらぬ。表で思いっきり相手をしてやるわ。参れ。何、まだあるか。え、なるほど、これでさっきの外へ出るってことか。来たか。ここだ。そこ別に広くはなくね。さっきの方が広くない？こんなさ、狭っちょろい屋根の上で戦うくらいだったら。しかと見るがよい。これからの日の元を治める気高き私の姿を。ぐっ、悪魔に魂を打ったか。ぐっ。ゲクゲク。え、しかもカエルなの。カエルに魂を売ったのかこいつは。ゲロって言われてもな。でかっ。全然ちげえじゃねえかよさっきと。ガマヘビ変化。弱点あるな。シュラの意味。え、でもさ、なんかこれどうなの。どっちかっていうと威力重視っていうよりは、撃ってみよう。70か。この姿を見たの。これもいかんない。いかない。あ、なんかとりあえずじゃあこれもやってみよう。あ、バレなのか。どうだ、
忍法雪木枯らし。こっちは全然強いんだけど。見える。よくわからん。強さを実感できん。威力小、待機威力中の8ヒットか。こっちでしょ。威嚇射撃。危ないよ。人間中。ああ、まあまあまあ。威力中で切るか。あ、当たんね。もう一歩上に行かないとダメか。北進一刀流。いい加減にしとけや。レジストかけられるけど。ダメージが通る。やるな。なんだ。しかも毒。うん、回復しやがった。だがこれで俺は手裏剣にしようかな。あーこっちや。前。終わりだ。そんな醜い姿になってまで。日の元の国を治めたかったか。いい加減にしちょけや。御社一人の欲のために人であることもやめてしまうようなやつに。この日の元が収められてたまるかよ。え、何の？おうおう、随分と派手にやりうにゃ。そこまでせんでもわしは無事やに。あ、わしかよ。なんだ、知っちゅうと思うちょったぜよ。誰やねん。日本人、坂本龍馬じゃ。ああ、なるほどね。北進一刀流坂本龍馬か。あの黒船はわしの仲間じゃきに。今は誰が日の元を治めるがからあて。そんなちんまいことで争いいう場合じゃないかぜよ。ちんまいにゃ、ほんまにちんまいぜよ人間は。けんどわしらはどうしたち人間じゃき、それは帰れん。けんどこれからの日の元はドレッパーでも帰れるとわしは信じちゅうぜよ。けんどもったいないにゃ。恩師のようなやつが忍びをやりゆうがは。どうな、わしらとお天道様の下で一緒にやらんかよ。もう俺の手は汚れている。どうじゃ。拙者は忍びだ。拙者は忍び。そうか、おまんにはおまんの道があるか。ま、お互い気張ろうや。夜が明けるか。この日の元もいつかは素晴らしい夜明けを迎えられるとわしは信じちゅうぜよ。円満人間切っての忍び、
手錠において坂本龍馬を救出す。73人か。カン。はい、というわけで幕末編が終了しました。正直幕末編が一番面白かったね。まだまだね、多分やることいっぱいあると思うんで、まあ、100人斬りだったり、まあ、それこそ0人斬りだったりとか、あのコイキングも倒してないしね、岩間様だっけ。なんかめっちゃできることがいっぱいありそうなんで、まあ、でもね、これを一人でこの何のノーヒントでやっていこうとすると相当時間がかかるんで、まあちょっとね、ネットの攻略情報とか見ながら、まあ、もし時間があればまたやっていきたいと思います。というわけで幕末編これにて終了となります。次回は薫風編、最後ですね、シナリオやっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。